3日から1981年4月30日は日本の評論家、元毎日新聞記者、香川県高松市に生まれる。1932年、慶応義塾大学法学部卒、慶応義塾大学では弁論部に所属した。同年、東京日日新聞に入社した。太平洋戦争中、黒潮会の主任記者であったニーナは、 1944年2月23日付、東京日日新聞一面に、勝利か滅亡か、選挙区はここまで来た、竹槍りでは間に合わぬ、飛行機だ、海洋飛行機だという記事を執筆。これに、当時秀樹首相が反発しに投兵として陸軍に、懲罰招集を受けることになった。ニーナは、対象年間に徴兵検査を受けたが、弱視のため、兵役免除で、まだ当時は、 大正時代に徴兵検査を受けた世代は一人も招集されてはいなかった。ニーナが黒潮海の主任記者であった経過から、海軍が大正の老兵をたった一人取るのはどういうわけかと陸軍に抗議し、陸軍は大正時代に徴兵検査を受けた者から250人を丸亀連隊に招集して辻妻を合わせた。ニーナ自身は日中戦争時は、 陸軍の従軍記者であった経歴と海軍の庇護により、連隊内で特別待遇を受け、3ヶ月で召集解除になった。しかし、常日の丸亀連隊の250人は送られた。伊王島で全員が玉砕、戦死することになった。陸軍は、新名を再召集しようとしたが海軍が先に、国民徴用礼により保護下に置いた。ニーナが返還した。 海軍戦争検討会議記録が1976年12月に毎日新聞社より出版されている。1970年の東方映画、激動の昭和史軍閥では、香山雄三が新名をモデルとした役を演じている。ABC、20世紀日本人名辞典に違い、アソシエイツ株式会社、ヒソトアソシエイツ株式会社、東京都品川区、2004年7月。 初版1324ページ。ISBN 978から4から816918537。ありがとうございます。